はい、こんばんは、高桐充です。今回はですね、うちで飼育しているヒメカマキリの動画になります。で、ヒメカマキリは今うちに2匹いるんですけど、前のケースに入っております。でですね、飼育しているヒメカマキリなんですけど、なんと産卵しました。で、そのヒメカマキリがこちらですね。今年最初に撮ったヒメカマキリでございます。で、ずっと飼育してたんですけど、ケースを見てみるとこちらの卵を産んでおりました。いや、なんとか産卵してくれましたね。メスだったので、まあ産卵してくれるかなと思って餌を多めに与えてたんですけど、産卵してくれました。で、ちょっといつ産卵したのかがわかんないんですけど、まあ多分ここ1週間ぐらいだと思います。1週間前にケース内の掃除をした時はなかったので、まあこの1週間の5日だと思います。いや、それにしてもちっちゃいですね。実はヒメカマキリの卵見るの初めてなんですよ。思ってたよりもちっちゃかったです。いや、とりあえず産卵してくれたのでお疲れ様ですね。で、ちょっと野外で交尾をしてたかわかんないので、有精卵かどうかはわかんないんですけど、ただずっと飼育していてコーリングをしている様子を見なかったので、まあ、多分野外で交尾済ましてたんじゃないかなと思います。結構交尾をしてないメスってオスを求めてコーリングっていう行動をするんですけど、こいつは全くしなかったので、まあ多分野外でしてくれてたんじゃないかなと思います。ちょっとはっきりとは言えないですけど。よし、じゃあね、産卵を終えてお腹が減ってると思うので餌与えたいと思います。コオロギですね。お、よし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 。もうだいぶピンセットにも慣れてくれたので、もうピンセットからこうやって餌を与えると食べてくれるようになりました。まあ最初は結構すばしっこく逃げ回ってたんですけど、結構早かったですね、慣れるのは。むしゃむしゃ食ってますね。結構ちっちゃいサイズのコオロギを与えると食べてくれます。まあめちゃちっちゃいカマキリなんで、あんまり大きいバッタとかは食べれないんですけど、まあイエコの S サイズぐらいなら全然簡単に食べてくれます。たまにオンブバッタとかもあげるんですけど、オスならしっかり食べてくれますね。はい。いや、可愛いっすね、やっぱり。ちっちゃいから。うん、やっぱり体は小さくてもカマキリですね。ちゃんと獲物を捕らえて捕食しております。いや、これ2回目の産卵とかできるかな？まあ、カマキリは1回産卵したらすぐに死んじゃうんじゃなくて、2回目3回目も産卵をするので、まあ、しっかりとまた餌与えていったら2回目3回目も産卵してくれるんじゃないかなと思います。で、今回産んでくれた卵なんですけど、まあ、とりあえずちょっとケースの蓋に産んじゃったので、まあ、無理に剥がさずこのまま管理していきたいと思います。で、まあ、ずっとあったかいところで飼ってたら冬場に孵化しちゃうと思うので、まあ、ある程度寒くなってきたら、外と同じような気温で管理したいと思います。で、うちにはもう一匹ヒメカマキリがいます。この右側のやつですね。こいつです。で、こいつも同じメスなんですけど、こいつはまだ産卵しておりません。で、こいつも野外で交尾したかわかんないんですけど、一応コーリングをしてるところは確認できてないので、まあ、多分、有精卵産んでくれるんじゃないかなと思っております。ちょっとわかんないですけど。はい、もう一匹の子もしっかりとピンセットから餌を食べてくれました。もうこっちもちゃんと人になれましたね。いやー、仲良く餌食べるところ可愛いですね。めちゃ可愛い。ちょっと左のやつは警戒してるけど。あ、また食べ始めた。というわけで今回は飼育しているヒメカマキリが産卵をしてくれたので動画を撮りました。で、もちろんこの後もヒメカマキリは大切に飼育していくんですけど、卵もね、無事孵化できるように管理していきたいと思います。
また何かありましたら動画にしますので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。